ワルキューレライブ2022ワルキューレリボーンアット幕張メッセの円盤はもうゲットしましたか。控えめに言って歴史に残るライブだったと思っているので、特に刺さった楽曲は何ですかというアンケートを密かに取っていました。1月27日時点で304票集まりまして、その中でも支持が多く集まった10曲を理由とともに紹介していきます。10位は無限大ドライブ、得票数は10票でした。集まった声は、純奈ちゃんの入りがイケメンすぎて。無限大は純奈ちゃんのロック全開歌唱もそうですけど、他面の盛り上げ方が最高でした、など。確かに三雲ソロということで純奈さんの歌が強いのは言わずもがなですが、他面の煽り方にも個性が出ていて繰り返し見てしまうやつです。9位はワルキューレは諦めない、得票数は15票でした。集まった声は、ワルキューレは諦めないはライブで一番聴きたかった曲、この運動量の曲をアンコール含めた一番最後に持ってくるのは鬼だなと思いつつ、完璧にこなしたメンバーの皆さんに拍手です、など。歌はもちろん、トン山さんがゴミ一体と例えたように目まぐるしく入れ替わるフォーメーションダンスも諦めないの特徴で、かつセンターステージならではの動きもたくさんあったので、ファイナルはまた違った味わいになるだろうという点でも貴重な映像です。8位はグローインザダーク、得票数は17票でした。集まった声は、グローインザダークの演出に本気で驚愕したので、センターステージの演出に鳥肌が立ちました。闇雲誕生感がたまらなく好きです。純奈ちゃんの魂の叫びのような歌だった。最初のイントロを聞いた時、マジかと興奮したのを覚えている。見えそうで見えないスクリーンの演出も素晴らしかった、など。初手がグロだということは、この後どういう展開になるかわかるよね、という強烈なメッセージであるとともに、一瞬で空気を変える歌声にはさすがだなと拍手するしかありませんでした。7位はさよならの翼、得票数は18票でした。集まった声は、主は DH 参加者だったのでアンコールからさよつばが流れた時の盛り上がりは鳥肌レベルだった。さよつばは1日目でデカミクから来るとは思ってなかったので、思わず声が出てしまったことを覚えてます。2日目のユニバにもそうでしたが、いざ目の当たりにするまでフロンティアの曲をワルキューレが歌うことにどこか現実味がないんですよね。つい声が漏れてしまうのわかる。そして愛してる職人の愛してるはどれだけあってもいい。6位は空のかけら、得票数は19票でした。集まった声は、フレイヤーを思って、ワルキューレを思って、歌う5人の姿に涙が止まらなかった。アライブで行かないでと願い、空のかけらで2番からフレイヤーが戻ってきた時は良かったと本当に思いました。三雲の乾いた唇からの出だしは映画のあのシーンを彷彿とさせるものだったし、フレイヤーが戻ってきた2番からは要さん、レイナとマキナのコーラスが優しくて、映画の追体験プラスアルファを想像させてくれました。フレイヤーがワルキューレとして今後もみんなとライブで各地を巡っていくとか、ガチでそんな未来であってくれ。感情表現といえば鈴木さんみたいなところはありますが、絶対ライブ関連ではアライブの2番だったり、放課後オーバーフローだったり、純奈さんの表現で食らうことが多かったです。空のかけらの歌い出しはその中でも特に心が動いたフレーズ、鈴木さんがおすすめとして挙げていたのも納得です。5位は絶対ライブメドレー、得票数は20票でした。集まった声は、古参曲ということもありワルキューレの成長をすごく感じたし、やっぱり盛り上がる
選曲も素晴らしい。特に、ヴァルキューレは諦めない。の最後の実のリンゴの叫び、開いた口が閉じませんでした。フレイヤの、果てるまで。はいろんな意味で破壊力がすごい。メドレー花まで聴いてみたかった曲が大抵入ってたのでものすごく満足したのと、イケボの時に飛ぶのが楽しかったです。歌も歌だけど、ずっと走って飛んでしてるミノリンゴのとんでも体力に驚愕した。やっぱり定番曲も好きですよねという気持ち。そして息を切らしながらのゴッドブレスユーで絶対ライブの記憶にもだえてからの、果てるまで。の力強さに足が震える。いつもオタクの心を簡単にもてあそんでくれます。ありがとう。4位はディーバインアビス。得票数は21票でした。集まった声は、闇キューレは本当にみんな闇キューレになっててめちゃくちゃ興奮した、単純にこれを生歌唱を聞きたいのが一番のモチベだった、など。コーラスは不協和音ギリギリを攻め、バンドメンバーには本番でもちゃんと弾けてたかどうか教えてほしいと言わせるほどのイカれた曲。ライブ直後の投稿で言っていたんですが、個人的には闇キューレの皆さんのゴミを見るような目がとても良かったです。3位はアライブ、祈りの歌。得票数は26票でした。集まった声は、祈りの歌は一番好き。メドレーからのこの曲はジェットコースターように迫力がすごかった。演出から歌からこの曲は素晴らしい。フレイヤーの、心から愛してる。のパートはあの会場にただフレイヤーの歌声だけが響いていて、観客もきっとミクも、カナメ、マキナ、レイナの4人と同じ気持ちでフレイヤーを見上げていたに違いない。など、最後にフレイヤーのいる場所だけが高く上がっていくところ、劇中のやがて銀河になるでフレイヤーだけ一段高いところにいて、この後の展開を悟ってしまった瞬間を思い出しました。そして心から愛してるは、歌い切ると同時に意識を失った劇場版と異なり、かなり強くはっきりと歌っていた印象。鈴木さんであればこの辺りの違いにもいろいろと意図があるだろうと思うので、いつかどこかで2時間ぐらい話してほしいところです。2位は唇の投書。得票数は33票でした。集まった声は、5人で出てる時の鳥肌が半端なかった。ヴァルキューレの登場曲であり、前奏がこれからの展開を楽しみにさせてくれるようで、ステージの雰囲気とすごくマッチしていた。ヴァルキューレの歌う幸せな歌が全部詰まっているから、イントロからもう好きすぎるし、映像演出も相まって終始感動、など、散々言われてきたことではありますが、そもそも西田さん出れんのかという疑問が蓋を開けるまでずっとあったので、5人揃っているだけで泣いちゃいましたね。それを抜きにしても、唇の投書は初めて聴いた時に絶対代表曲の一つになると確信したほどの曲なので、最高の幕開けでしたね。ファイナルではスケートで登場してくれることを期待しています。1位は愛してる。得票数は59票でした。集まった声は、早触れの映像背景に歌う愛してるは反則だった。言わずもがな、ミノリンゴの感情マシマシが本当に大好き。まさしく胸に響く歌だった。アンドラストの微笑みにやられた。愛してるは言わずもがな、最後のイヒヒというフレイヤーの笑い声に涙腺崩壊。愛してるは出だしの愛しまでで泣けました。完全にフレイヤーが歌ってました、など、一人の人生を描き切った作品と一生分の思いを乗せた曲、そしてそれを余すことなく表現できる歌い手の全てが揃った奇跡のような瞬間でした。感情の洪水を生で浴びるのと、細かい表情の移り変わりを円盤で追うのとで全く違う体験になるのがまたいいんです。具体的に言うと、何の生まれ変わってもまたあなたに恋をする、鈴木さん泣いてる、西田さんの方を涙が伝う、言葉を託して送る愛の歌、ヴァルキリーサインの流れを無限にリピートしてしまいます。
世界はまだゴッドブレスユーから愛してるのコンボを残しているので、ファイナルも心して臨みましょう。まとめて出すとこんな感じです。ご協力ありがとうございました。他にもアンケートやってます。コメント欄に URL 貼ってあるので、よければ暇つぶしにどうぞ。ファイナル大阪の円盤選考や M 玉選考も始まっているので、未応募の方はお忘れなく。それではまた。